今楽しみに公開待ってくださってる日本のファンの方本当たくさんいますので、僕たちもですね、もう一刻も早くこの映画、届けたいという気持ちで本当に、いっぱいです。そんな思いを込めて、そして、本日この香取神社をお借りして、勝ち運祈願ですね、本当に気持ちを込めて、今お祈りさせていただきました。この作品でドクターロボトニック、ジム・キャリーの吹き替えをやらせていただきました山寺宏一です。残念ながら延期にはなってしまいましたけれども、とにかくいろんな人を元気にしてくれる楽しい映画ですので、本当にこのコロナウイルスのことが収束して一日も早く公開できることを祈っております。今もそんな気持ちでお祈りをさせていただきました。本日はよろしくお願いいたします。続きまして、ベビーソニックの吹き替えを担当されました寺島眞秀くんです。お願いします。みんなで見てください。難しかったです。難しかった。どんなところが難しかったですか？泣くところ。ああ、そうか。でも歌舞伎に比べたら全然大丈夫でしょ。歌舞伎の方が大丈夫？ずっとやってるから、お見事でしたよ。あと声がすごいポーンと出るから、素晴らしかったですよ。素晴らしかったですって。泣くところもキュンとしちゃった。泣くところね。本当に可愛いんですよ、ベビーソニックが。山寺さんと会えてすごい嬉しかったんですよね。本当？本当？知ってるの？おじさんのこと知ってるの？知らないけどね。知らないけど、周りの人にあの人はこういう声やってんだよって多分言われたんだよね。いろんなアニメの声やってるのはまほるくん知ってくれてるのかな、おじさんが。なんとなくわかる。作品名とか言わなくて大丈夫だからね。今日はソニック・ザ・ムービーのだからね。大人の何がありますから。後でゆっくりね、聞いてもらうからね。嬉しそうでしたよ。でもさっきも待ち時間ね。ちょっとやったんですけどね。嬉しそうでしたよ。本当に。足が速いところ。そうだよね。やっぱかっこいいよね。あとはだってソニックがまだあるって、もっと言ってってソニックがなんか見てるよ。もっとちょうだいって。なんかかっこよくて。かっこいい。大体そのぐらいだよね。足がなくてかっこいい。十分ですよ。それで十分だよね。誰と見に行きたいですか？お母さんとパパ。お父さんとお母さんと。花粉に負けない。花粉なのね。花粉症です。花粉症か。とてもひどい花粉症なんです。サッカー選手になりたい。サッカー選手。サッカーやってんだもんね。憧れてる選手とかいるのかな、眞秀君。この人好きだな。どの選手？エンバペ。エンバペ。どんなところが好きなんですか？足が速くて。すごいシュートができる。そうだね、すごかったもんね、これだろうね、ワールドカップでも。ちなみに、なんかサッカーの中でやりたいポジションとかあるんですか？キーパー。エムバペ好きだけど、キーパーをやりたいんですよ。ね、どのポジション？ごめん、大丈夫か。キーパー。今、モール君キーパーもやってんの？キーパーやって。大事だもんね。大事。ボールじゃ、パッてこう受け止めてるの？僕はやっぱりもうこれですね。はい、ソニック並みのスピードでコロナ収束、そしてソニック・ザ・ムービー公開とつながるようにやはりそうですね。今先が見えない感じにいろんな皆さん不安になってますけどね、本当にね、何かのきっかけでこうバッとね世界中で収束しねえかなって。これは神頼みとかねいろいろ言ってるだけじゃなくて、それぞれやれることをやらなきゃいけないんでしょうけどもね、いろんな対策が皆さん考えてるでしょうけども、願うばかりで何もできていない自分ですけれども、とにかく願いたいと思いますね、これをね。彼の名はソニック。遠い星からやってきてずっと一人ぼっちだった。そんな彼が出会ったのは、追手が来た。観念するんだな。助けてくれ。ついてこい。レッツゴー。果たしてソニックは悪の天才科学者から仲間のために地球を守れるのか。なぜ命を投げ出せる。よそ者だろう。俺の友達だ。ソニック・ザ・ムービー。